さあ行きましょう。ラストチャンスをください。同じような方向に収束していってしまいますので、もうこの話を選んだ時点でダメなんじゃないかと思い始めている私なんですよ。なので序盤でがっつりちょっとこいつの話を聞かないとか、違う方向の選択肢を言ってみようかなと思います。最後にどうなるのかね、それも確かめてみたいじゃないですか。まず黒木に対して、何をしてたんだというところがありますよね。そこでまず、なんとか話をごまかしましょうか。いえ、実はですね、僕たちは、僕が必死に言い訳を考えた。でもとっさには浮かばない。黒木先生がじろりと僕を睨んだ。先生をごまかそうとしても無駄だぞ。そんな卑怯なことをするな！キキュナウ！大きな声怒鳴られた。僕は思わず縮み上がった。すいません。何をしていたか話してくれるな。本先生には嘘をつけそうにない。僕は正直に話すことにした。はい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 。オッケーオッケー。まあ、ここはじゃあこうなると、大手たってことですね。はい。で、まあまあまあ、俺は好きなんだと。話が好きなんだ、みたいな。はい。先生の誘いに乗ってみようか。怖そうだから遠慮する。いえ、遠慮します。僕は首を横に振った。話が分かると言っても相手は先生だ。僕たちは怒ることはあっても仲間に入ってくれるなんて、ちょっと悪乗りしすぎじゃないか。それになんだか胸騒ぎもする。最終的にチェーンソーで殺されるからな。もう分かってるから。今日はもういろいろなことがあった。一日も体験としてはお釣りが来るぐらいじゃないだろうか。もうたくさんだ。すいませんでした。僕たち帰ります。そういった頭を下げる僕を先生は残念そうに見た。そうか。面白い話なんだがな。花子さんより面白いんですか？細田や！食いついた！よっぽどこういう話が好きなんだろう。目が期待でキラキラ輝いている。面白いさ。なんと言っても本当にあった話なんだからな。すごい喋りたそう。先生がうなずいた。聞きたいなぁ。ねえ、新庄くん、先生の話を聞かないかい？せっかくの機会なんだし。え？やっぱりやん。やっぱり細田や。どうしよう。いや、どうしよう。聞いてもいいになったら多分同じ流れ行くから、聞きたくない。でももう遅いし、やっぱり明日にしましょう。なんだよ、しらけるなぁ。細田さんはむくれた。それなら新庄くんは一人で帰りなよ。話してください、先生。ああ、いいとも。先生が気軽にうなずいた。細田さんは僕に振り向いた。じゃあね、新庄くん、バイバイ。そんなこと言われても、一人で帰っていいんだろうか。いや、むずいなぁ。むずいけど、まあ、ここはもう徹底していきましょうか。いいと言われたんだから帰る。僕は帰ることにした。話を聞けないのは残念だけど、その方がいいという気がしたのだ。帰った。すぐ毛布のとこ行く。家に帰るとその予感はどんどん確かなものになっていった。何か悪いことが起きる。あの学校には何か悪いものが潜んでいる。バカバカしいと思った。今日はいろいろなことがあった。だから神経が過敏になっているんだ。そう思っても不安は収まらない。どうしたんだろう。原因不明のモヤモヤを抱えたまま、僕は一睡もせずに朝を迎えた。おっしゃ！おっしゃ！でも、次の日の朝は来たな。電話かかってこなかったっすね。自分で起き出してきた僕に驚いている家族に目もくれず家を飛び出す。そんなにいつも起きひんねや。朝日を浴びても不安は消えなかった。何かがあったに違いない。僕には分かっていた。え？学校でってこと？まあまあまあ、そうか。そうか、こいつだけがおらへんだけで。学校は拍子抜けするぐらいいつも通りだった。騒いでいる生徒も警察の車もいない。それを見て僕はなんとなく恥ずかしくなった。何が起きると思っていたんだろう。確かにな。いや、分かってんねんで。戦争でとんでもない事件起こってるっていうことはもう未来で見てきてるから。実際には首里城がいないと起こらなかったのね。長い長い夢から今やっと覚めたような気分だった。自分で思っていたより昨日はショックを受けていたんだろう。だから何でもないことを大げさに騒いだりしたんだ。細田さんたちに謝らなくちゃ。そうやね。僕は2年生の教室に行った。でも細田さんは来ていなかった。そのことを教えてくれた2年の先輩は首をかしげていた。あいつ、無遅刻無欠席が自慢だったのにな。おっと、やっぱりでも異変は起こってるっぽいぞ。夕べ遅くまで休校舎にいて寝不足になったんだろうか。
黒木先生もかなりノリの良さそうな人だったし、僕がそう言うと先輩は眉を潜めた。黒木？誰だそれ、ここの先生じゃないだろう。あれ？そっち？え、でも宿直だったんじゃ。知らないな、黒木なんて先生はうちの学校にはいないはずだぜ。ほう、僕には何がなんだかわからなかった。結局細田さんは来なかった。こうなると黒木先生の存在気になってくる。僕は思い切って放課後担任の先生を探しに行った。あれ、ちょっと違う展開来たな。先生は廊下にいた。黒木先生？僕の話を聞いた先生の表情が曇った。昨夜から細田さんの姿も見えないし、何か悪いことが起きているような気がするんです。僕の訴えに先生は口を開いた。知ってる、なんか知ってる。忘れることだ。マジマジ、これ怖っ。一瞬耳を疑った。C 以上は霊感が強いのかな。普通の生徒なら気づかないことを知ってしまったのか。悪いことは言わないから、忘れろ。嘘でしょ？嘘でしょ？何やこれ？先生は何を言ってるんだ？忘れろ？細田さんが何か事件に巻き込まれたのかもしれないのに？呆然とする僕に先生はさらに続けた。うわ、この学校には黒木という教師はいない。しかし黒木先生というのは確実に存在するんだ。昔いた先生ってことか。どういう意味ですか。ほら、黒木先生はこの学校に昔から住み着いているものなんだ。ほう。そう言って先生は説明してくれた。新校舎ができるずっと前からこの学校には怪しげな事件が起きていたことを、そしてその事件には必ず黒木先生という人物が絡んでいたことを。ほう。しかし黒木先生は人ではない。実在しないわけね。生徒や教師をどこへともなく連れ去ってしまう謎の存在なのだと。この学校に救う何かか、学校自体の意識か、先生はそんなものじゃないかと思っているんだがな。え、ちょ待って、じゃあ一回ほら、皆殺しにされた黒木先生もそうだったということがこれでちょっとつながったりもするのかな。まあ全く別次元の話ではあるんですけど、ちょっと辻褄が合うやんね。あの黒木先生もうわけわからんかったからさ、あまりにも。はあ、この学校に救う何か。はあ、先生はポンと僕の肩を叩いた。そんなこと信じられなかった。でもある意味で奇妙に納得することもできた。この学校に伝わる七不思議は語り手によって何十種類もあるという。いくら古い学校だと言っても数が多すぎるんじゃないかと思っていた。でもこういうことなら理解できる。たくさんの事件は全て黒木先生のやったことだったんだ。バラバラな数十件もの出来事と言われるよりも関連し合った人つながりの事件だったと言われた方がしっくりくる。でもちょっと待てよ。僕はあることに気がついた。先生、それじゃあ学校側は黒木先生のことを知っているんですか？そやね、そういう口ぶりやね。いや、ほとんどの先生方は知らないだろうな。先生はこの学校の卒業生でな。ちょ、ややこしいな、もう先生が。今喋ってる先生ね。私はってことですね。私はこの学校の卒業生でな。在学中に黒木先生のことを知ったのさ。だから教師になって戻ってきたんだ。黒木と同じパターンやん、言っとることは。なるほどね。先生の説明には納得できなかった。だっていくらなんでも事件が多すぎる。他の先生たちが気づかないなんて、信じられなかったのだ。だから僕は聞いた。校長先生も気づいていないんですか？すると先生は唇に指を当てた。黙れということだろう。囁くような小さな声。年に何件も事件が起こるのに、新入生の数が減らないだろ？黒木先生が何人か連れ去るのを黙認すれば、その何百倍の生徒が入学してくるらしいんだ。うわっ！これまた悪魔の契約してるやん。え？だから黒木先生を放っておいているというんですか？先生はうなずいた。家を繁栄させるという座敷わらしのようなものなのだろうか。栄えさせるというね。いや、まさにそうやんね。
なんかこれちょっと前の話でもこんなんあったよね。これで無理やり黙認してるみたいな話。なんやこの学校マジで。私立や。私立やな、ここは。でも、生贄を欲しがる座敷わらしなんて聞いたことがない。本当に警察に言わなくてもいいんだろうか。気づくと先生がすぐ近くにいた。僕の考えを読んだようにそっと首を振る。この学校に逆らってはいけない。消えた人間がどうなったかはわからないが、そんな事件ぐらい平気で揉み消せる相手だぞ。めちゃめちゃ凶悪やん。ほんまの学校の怖い話やん、これ。その言葉と同時に傍らの窓ガラスがビシッとなった。見るとひびが入っている。うーわ、なんてタイミングだ。まるで学校が僕を脅したようだった。師匠、もうつまらない詮索はよせ。先生は慌てて僕の肩を掴んだ。その顔は青ざめていた。でも、死にたいのか。ビシビシ。うーわ、ひびが大きくなった。一枚ガラスの前面に細かいひびが走っている。粉々に崩れない方が不思議なくらいだ。白く不透明になったガラスに西日が乱反射する。一瞬いすくめる強い視線を連想した。そして分かった。先生の言うことは正しい。僕はゆっくりとうなずいた。分かりました。このことは忘れます。そうか。先生はほっとしたように笑った。次の瞬間ガラスは砕けて滝のように地面に散った。高く澄んだ破壊音が僕に降り注ぐ。凍りついていた時間が不意に動き出したように。それを聞きながら僕は敗北感でいっぱいになっていた。僕は負けたんだ。この学校に、あの闇に潜む黒木先生、いやもっと邪悪な何かに。でも細田さんのように闇に飲み込まれなかっただけでもよかったのかも。無理にそう思い込んで僕と先生は歩き出した。背中に誰かが嘲笑う声が聞こえた。くわー、マジかー、いい話やん。でもこれがエンディングでいいんかな。これ骸骨か、これ骸骨ちゃう、ほれ、よし、骸骨ちゃうわ。ここで止めんのが骸骨ちゃうのかよ。いやでも僕のこのゲーム実況としてのラストとしては最高やったんじゃない。学校であった怖い話ですよね、これ。学校であった怖い話、こうアナグラムじゃない、ないんですけど、そのまんまなんやけど、学校で起こった怖い話と思っていた僕は、この怖い話自体が学校であったんだと。これは学校だった、学校というものが怖い話自体だったとも読み取れるから、勝手に言うてるけど、そういうオチって言ったらめっちゃ良くない。怖い話自体が学校、学校イコール怖い話だったんだということで締めさせてもらいましょうか。はい、ということで、本当にこれで終わりたいなと思います。はい、学校であった怖い話たくさん読んできましたが、ふざけた部分も多かったと思いますが、お許しいただいて、楽しく見ていただけたというなら、ぜひ皆さん、コメント高評価よろしくお願いしたいと思います。ではこんな感じでお別れしましょう。ありがとうございました。